お外刈りをやります。私のポスト狩りは相手のことをすごい引っ張ります。こう極端ですから、もうこう上げたらもうこうやってこう引っ張り合いの状態を作って、これで離したらこう今崩れたみたいに、これが私のポスト狩りの崩しです。まあ、まずは相四でやるんですけど、もうしっかりと脇を締めて相手のことを前に引きます。で、相手がすごいそれを嫌がります。で、この嫌がったのを見計らってしっかり引いて、相手が嫌がってるのを確認したら素早く移動して刈ります。で、この時に、この引っ張り合いを離したと同時に移動するとちょっと早いです。あの、相手が分かっちゃってこれで逃げられてしまうので、少しタイミングをずらします。引っ張って相手が嫌な風にこう向こうに行ってるのが分かったら、まずは自分が一歩動きます。一歩動いて、ライダーはこの引きはずっと保ったままです。で、一歩行ってちょっと相手に近づいたかなと思ったら離して、けど上半身はしっかりと基本的には脇を締めている状態を保ちます。で、ここで少し緩めた時も上げるのではなくて自分の力を緩める感じで、買った時はこの足が浮いたこの真下のところに釣り手で下げるようにします。で、その時に釣り手は下の方で、引き手も釣り手の方にこう集合させるような感じで、下に入れます。そうすると浮いた足のこの部分に全部が体重がかかって倒れやすくなります。もう一つの上半身の使い方が、釣り手は下、こっちの引き手の方は肘を押す感じです。さっきと同じで、釣り手は足があった下の方で、引き手は肘を押すようにちょっと回転かけるようにします。足の運びはいくつかあるんですけど、この右足を後ろにで経験しながら刈りに行く。この前に出る左足を後ろに下げます。で、逆の足、右足を内側にスライドさせて、重心はこの今真下にあります。で、
重心をこっちに移動させて、こうではなくて重心はそのまま真下にあるままこれを動かします。なのでその状態で左足がこっちに手前に引かれると自分の体が自然と相手の方に倒れるようになるので素早く相手の近くに行くことができます。でポイントはやっぱりまずはこの引き合いの状態を作ることと、やっぱりこの片足です。片足をとにかくずっとくっつけておく。相手が逃げてもずっと上に上げたら自分の足を上に上げるし、っていう風にずっとくっつけておくことがポイントです。もう一個ありました、ポイントが軸足です。やっぱこの軸足でしっかりと相手の方に追っていくことができなければ相手は通せないので、接触いいタイミングで入ってもこっちがついていかなかったら逃げられてしまうので、しっかりと自分がこうケンケンできる位置に足を運ぶっていうこともすごく大事なことです。こういうところから入ってついていかないと投げれません。しっかり崩して入ってください。開発のお外刈りは上でも下でもいいんですけど、私は基本的に下から持つことが多いです。この時もさっきの相手と一緒でこう引っ張ります。相手のことで嫌がる相手に、もうここは足が近いので踏み込んでも踏み込まなくても届けばこのままでもいいし、近づきたかったら踏み込みます。引きつけといて、引きつけて、後ろ。あやつの時はどちらかというと前方向っていう感じだったんですけど、喧嘩打つの時はちょっと斜め左前、左組の人斜め左前の方に動きます。ポイントは相四つの時と一緒です。しっかり引くことと足を離さないこと。そして最後は上半身でしっかり決めることです。上から持ってる時も同じで、しっかりと引いて、刈る場所は、まあ、いろんな人がいると思うんですけど、私はアキレス腱ぐらいですかね。アキレス腱を自分のこの土踏まずあたりで刈ります。そうするとアキレス腱の下にあるかかとに引っかかる感じがあるので、ここをしっかりと刈ります。こう横に払うのではなくて、しっかり相手の足の後ろ側からつま先の方に向かって刈る。では相圧でも喧嘩圧でもどっちもできるんですけど、先に絞り合った時にこのままではなくて釣り手の方を持ち方を内側に、普通はこうなんですけど内側に持ち替えます。普通はこうだったのを内側に、でこの内側の状態で絞り合っているときに相手のことを
斜めに引き出して相手が来たのと同時に自分が進みます。絞り合いで下にこう、多分お互い下にこう体重がかかってます。この時に自分の体重移動をしながら、その体重移動を利用しながら相手のことを引き出します。で、引き出した時に自分はもう逆か移動する、こっちに移動させておいて、こっちに移動させて移動する。喧嘩術でもよくこつり手を相手に持たせないようにこういうふうに持ったりします。この時はもう最初からこっち向きなので、このままさっきと同じです。体重移動を利用しながら相手を出して、相手が移動してきたと同時に自分がこっちに逆側に移動して、相手が触ろうとした時にぜひ試してみてください。で、なんかできないことすっぽ抜けんですよね、そういう風に、うん、だからそこは違うよみたいな、できないこと絶対こうすっぽ抜けてってこうなんですよね、うん、それではない、うん、すごいこうじゃないですよね、こういう回転っていうか、こうどちらでも、うん、ハンドルをこういうハンドルを横向きにして、そうこういう回転、肘からこの腕に肩をめがけて押す、先輩とか上手い人がすくい上げて投げてるような感じがすごいですね、うんうんうん、足を引っ掛けて上げる、なんて言うんだろう、クイーンみたいな、こうね、そう、でもそれは私の感覚なんであれですけど、うん、そうだよな、こうやってやって、なんて言えば多分すくい上げてるとか相手が避けようとするから、それに合わせてこう、要はそういうことですよね、うん、上げたところをすくい